万富東大寺が用跡は、岡山県岡山市東久瀬戸町にある東大寺の瓦を製造した窯の跡である。国の史跡。鎌倉時代初期に東大寺再建のために瓦を製造していた窯の跡である。JR 山陽本線、万富駅の北東約400メートルの大寺山丘陵にある。大寺山からは、昔から東大寺と刻印された。 河原編や鎌壁が出土し河原鎌があったことは、以前より知られており、昭和2年4月2日に、国の史跡に指定された。また、平成14年度から15年度の調査結果から、上野山丘陵にも、平成16年9月30日に、史跡範囲が拡大された。平安時代末期の自称を4年自称、樹英の乱において、東大寺が消失した。鎌倉時代に入り、 長元が肝心職に任命され朝廷、鎌倉幕府の支援により東大寺の再建を行った。長元は研究4年日全国を東大寺再建のための造営領国として賜った。吉岡号は古来より良質の粘土があることで知られており、また吉井川が近く水運の便が良いことからこの地に河原釜が造営されることとなった。 ここで製造された瓦は、吉井川から瀬戸内海を経て、大阪湾から淀川を経由し、木津川に至り、木津より奈良まで陸送された。伝承によれば、南都西八幡宮を肝心して、八幡田社を建て、東、南、西に、それぞれ10基ずつの窯を造営したと言われる。また、大量の粘土を採掘したため、採掘後は池になったと伝えられている。昭和54年に、 岡山県教育委員会が発掘調査を行った際には、大樹山地区の西側斜面に南北一列に東から西に傾斜する13基の釜跡が確認された。平成14年度から15年度にわたり旧瀬戸町教育委員会が史跡指定地の北側と大事山丘陵の西にある上野山丘陵を調査した。この調査により新たな瓦窯跡と建物礎石、 縦穴以降、暗渠排水設備、土鍋や湾など、生活雑器製造の瓦毛カ跡が発見された。このため、大事山地区の瓦窯跡は、計14基となり上の山地区にも、画用跡があったことが確認された。この結果、上の山地区も含め、平成16年9月30日に、史跡の指定範囲が拡大された。窯の構造は、平ら用で、炎の通りを良くする。 養文、この大床が設けられていた。大事山丘陵では、滝口は西側に開口していた。ここでは、軒丸瓦と平瓦が生産され、総生産枚数は30万から40万枚と言われている。軒丸瓦は盆地を中心に、東大寺大仏殿の名文が刻まれていた。平瓦には、東大寺の名が要刻されたものも発見されている。 ここで生産された瓦は、東大寺院以外に、岡山県内の寺院でも使用されており、これらは、長原とゆかりの深い寺院であったと推察されている。ありがとうございます。